表でございます。先ほどからですね、皆さんにこちらの会場の中央で楽しんでいただいておりました、氷彫刻のライブパフォーマンスも、そろそろフィニッシュの時間が近づいてきたようでございます。残り5分となりました。さあ、お客さんの皆さん、もう最初から、ご覧になってくださっている皆さんもたくさんいらっしゃいます。そして、お買い物の合間に、お食事の合間に、何度もこちらの会場の方にですね、足を運んでくださっている、そんなご家族連れの皆さんの姿も読み解いておりまします。今日はですね、このイベントのタイトルにもなっておりますけれども、真夏の氷の星座たちということで、会場内にいて座、そして獅子座、さらにこのステージに一番近いところにキャンドルナイトの回廊という3つの作品を、これまで2時間半くらいのですね、大体お時間をかけて、全くの氷の塊の状態から作り上げてまいりました。今日この作品を手掛けてくださっているのは、たくさんの氷の彫刻家の皆さんなんですけれども、いて座のところでは平賀光一さん、そして獅子座は井上一さん、そしてキャンドルナイトの太郎ヒロシンジさんを中心としたグループで作っていただいております。このお三方は、日本で開催されております、唯一の世界大会、氷の彫刻の大会で、今年も団体戦のグランプリ、個人戦のグランプリ、そして優秀賞を獲得したということで、まさに名実ともに、日本を代表する、世界的な氷の彫刻家の皆さんでございます。そんな皆さんのこの氷の彫刻のデモンストレーションですね、こうやってお近くからご覧をいただけるという大変貴重な、今日は機会だったわけですけれども、そろそろですね、この作品たちにも LED のライトが入りまして、この後いよいよ皆様と共に、作品の、ライトアップのお時間を迎えます。せっかくですから、このライトアップの際には会場の皆さんと一緒にカウントダウンをして、この氷の彫刻が美しい光の中に浮かび上がる様をですね、見つめていきたいと思います。そしてこのライトアップの後には、会場にお越しをいただいている皆様方にご協力をいただきまして、ステージの目の前にございます丸い球状のものが乗っている光の回廊、動画、こちらの部分に LED のキャンドルを置いていただいて、満天の星空のような、そんな素晴らしいですね、光景を作っていきたいと思います。そしてそんな、ライトアップのお時間は、この後本日夜の21時まで、開催ということでございまして、もうこの夏ならではのアイスフェスティバルでございます。ぜひ、今日初めてこんな素晴らしい世界的な氷の彫刻の作品を見たなという皆さんなども、皆さんのお手元のカメラや携帯電話、同等でお写真や動画もたくさん撮っていただいて、この作品の前で、ご家族の記念の写真なども撮っていただいて、楽しい思い出の部分を引き続きお過ごしをいただきたいと思います。さあ、氷彫刻のライブパフォーマンスもそろそろ終了のお時間が近づいております。氷の彫刻ライブパフォーマンス終了まで1分となりました。今日夕方の4時30分からお届けをしております、このパフォーマンス、世界的な氷の彫刻家の皆さんが3本の今仕上げにかかってくださっています。どうぞ皆さん、お近くからこの出来上がりの瞬間をですね、一緒にカウントダウンをしていただきながら、見つめてお祝いをしていただければと思います。ただいま終了30秒前となりました。残り10秒で皆さんと共にカウントダウンをしていきたいと思います。残り20秒です。10秒前になります。大きな声で皆さん一緒にカウントダウンをお願いいたします。せーの、10、9、8、7、6、
Ladies and gentlemen, thank you so much! 氷の彫刻ライブパフォーマンス、ただいま終了となりました。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。完成した作品が皆様の目の前にですね、今広がっているわけですけれども、これより LED 照明によります氷彫刻ライトアップのセレモニーを行わせていただきます。さあ、それではですね、このセレモニーに先立ちまして、今日4時30分からこのライブ加工